こんにちは、パンカクです。今日は日暮里の着物中村さんに来ました。ではまずこちら、中村さんにはメンズもございます。浴衣、ここ全部浴衣？奥の方は合わせとかアンサンブルとか長襦袢も男性の羽織です。これセットでなんかくくられてるんだけど、それセットです。そういうことなんですか？はい、それ長襦袢と羽織と着物がセットです。気になるお値段どこだ？3300円。安い。3300円、はい、襦袢と着物と羽織がセットで3300円だそうです、はい、もうサイズが合えばラッキーですよね。ラッキー。もう女性物よりは少ないけど、それでもすごくいっぱいある。おサイズはね、ご自身で見ていただいて。じゃあ続いてこちらが、はい、1000円ってこと、はい、ですね。1000円の浴衣とお着物がある。これもサイズがあって気に入ったのがあれば超ラッキーでは。合わせ、こういうのとか合わせです。着やすくて、そう、かわいい、かわいい。で、浴衣もかわいいのが、近くすいません。素敵。これはもう趣味が合えば超ラッキーです ね、うん、白地もいいよね。なんかこう爽やかで、すごい華やかな。あの、値札ついてるの新品だから。だ、値札ついてるのは新品。なるほど。からのポールサイズ。ポールサイズは160以上なんで、まあ背が高い方にちょっと嬉しいコーナーですね。上は多分ね、セット。あのカバンと草履がセットになってる、あのフォーマルの時に欠かせないやつですね。値段もまちまち。値段もまちまち。あれ、赤がついているのが、あ、ここですね。価格表があるので、はい、下は単品の草履で、あ、振り袖よ、このその高いやつ。はあ、ははあ、かわいい。振り袖よって普段履いたら変かな。いや、履いても大丈夫だと思う。え、めっちゃ怖いよね、うん、だってそんな見えないし、見えないし、高さも出てなんかいいんじゃないですか。あともう一つ、入り口の反対側には反物があります。おお、まあ、押したって自分でしたり素材にしたりとか、うん、って感じですかね。お値段も様々ですね。サイクルの一重ってことですね。かっこいい、かわいいじゃないですか、うん、こちらはちなみに2200円。2200円。私が買って帰ろうかな。あ、でもさ、こういうきれいめなやつもいいよね、一重で、うん、マジックで。あらあらあら、スケスケの夏着物です。訪問着ですね。夏の訪問着で黒でめちゃくちゃそう。でもこの柄かわいい。ご試着よろしいですか？はい、どうぞ。いや、早速買ってるよね。でももう暑いから一重でいいですね。そしてこちら、お、なんだかレトロな、ちょっと矢がすりは大正ロマンっぽくないですか、うん、袴の上とかに着るイメージあるよね、うん、確かに。でも可愛い、この色合いもまたアンティークっぽいし。これは何じゃ、よくわかんないけどモダンに着れそう。こういうアンティークっぽいな、可愛い。こういうのとか、それもアンティーク、アンティークです。なんかあの地味なおばあちゃんの着物とかにね、こういう華やかなの合わせて、うん、すごいいいと思います。これは3300円。こなれ感が出る。あ、こなれ感出る、間違いない。これは中もミンク、かわいい。この色がさ、赤に、そうね、そうですよ。こちらもお値段13000円ぐらい、うん、ね、こちらには袴も、ちょっといろんな色とか柄があっていいですね。ピンクとかもあります、ね、2200円だそうです、ね。でこっち側が黒い羽織が集まったコーナー。海外の方に大変人気があるとか。でも確かにこういうのってさ、うん、洋服の上にパサって買うだけで、そうそうそうってことですよね、うん、めっちゃおしゃれ、かわいらしい。春ですね、春ですね。透け感が、あ、これ合うんじゃん。
なりしてます。かわいい。これも素敵、アンティークっぽい、なんか、うん、かわいい、大きな、ちょっとやっぱアンティークだとお袖が長い気がする。あ、5500円だって全部買って帰るって感じですね。そうね、華やかでこう色があるやつ、すごい素敵、素敵ですね、うん、アンティーク感ありますね、うん、ちなみにアンティークもあとリサイクルも自己責任でよろしくお願いします。買う方は難があることもある、シミがあったりとか、うん、買う前にチェックしてあ、こちらメイセンです。もう2200円らしいマジですか。この辺お子様、お子様のアンティークの生き物ですね、うん、腰がめっちゃ可愛い。え、バラ、バラも、え、すごい、うん、すごい可愛いよ、すごい可愛いよ、うん、こういうのさ、七五三とかさ着せたりしてほしいですね。こういうのって結構高いんだけど、11,000円。え、でも安い、安いと思います。安い、ちょっと5、6万から10万ぐらい取るとかあるよ、うん、高い6ですね、はい、いや、やっぱアンティークは柄がね面白、華やかでいいですよね。いや、塗り袖、まあちょっとさすがに私は着れないけど、ゴージャス、やっぱ可愛いですね。テレビショッピングみたいになっちゃったけどすいません、5500円です。1500円だそうです。こちらもゴージャス、本当に素敵、素敵ですね。ご親族の結婚式、成人式、うん、いいんじゃないでしょうか。いや、ブルーも可愛い、うん、可愛い、あ、素敵、流水がかっこよいです。え、涼しく振り袖で試着してもいいですか。もちろんゴージャス、うん、似合うよ、似合うかな。かわいい。え、ちょっと、え、でもずずしいけど、たまにはそういうパーティーとかすればいいのよ。そう、やっぱ青好きだな。こういうのもなんかちょっと、そう、ちょっと大人な感じ、大人の振袖ですよね、うん、今はなんかあの成人式のお嬢様も控えめかっこいいのが好きな方も増えてるらしいので、うんうんうん、大人のお姉さんとしてはやはり若い子にはこう華やかな感じで冷やしてますよ、うん、かわいい。この辺もお値段が3300円震えます。振り袖用の襦袢着ると思うんですけど、そういうのも売ってるから、からし色も可愛いですね。ここにもなんかお子様の、お子様っつっても、まあ、13マイルとかかな、うんうん、可愛いね、こういうの、かっこいい、かっこいいね、うん、なんかちょっとシンプルめな、シンプル、あ、シンプルじゃなかった、うん、すみません、シンプルじゃなかった、ゴージャスでした、うん、よかった。絞りの浴衣はとても可愛い。で、蝶ですよ。蝶と流水。うん。かあ、おしゃれ。いやー、大人な感じ。でも面白いね。華やかな振り袖より今日の浴衣の方がお高い。緑だし。うん。アンティークの鳥の帯とか猫ちゃんだよ。かな。これって、ね。うん。名古屋帯かな。うん、男性用のお着物に、こちらも振り袖で、あの先ほどのかかってるのよりちょっと、いいやつが隠されております。ここは、ここにあるのは基本的にちょっとお高めなという認識でどんどん見ていっていただきたいと思います。今日はありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、どんなお客さんが多いとかいますか。はい、海外のお客様もいらっしゃいますし、うんうんうん、帰ってきてますし、うん、初心者のお客様も、うんうんうん、はい、多いので気軽にいらしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。フォローがまだの方はフォローとボタンよろしくお願いします。それではまた。